こんにちは、ティーアドバイザーのみーです。このチャンネルでは毎週金曜日に紅茶に関する情報をアップしています。気になる紅茶の情報をたくさんお届けしているので、ぜひチャンネル登録してください。さて、今回はこちら、はちみつ紅茶ランキングトップ10のご紹介です。以前アップした2022年1月のはちみつ紅茶ランキングトップ5ではかなりの反響をいただきました。それ以降も当チャンネルではたくさんのはちみつ紅茶をご紹介してきましたが、かなりの数になってきたので、この度新たにはちみつ紅茶ランキングトップ10として順位を発表したいと思います。また初心者向けの商品や好み別のイチオシ商品の紹介、アレンジ方法などもご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。なお、生姜はちみつ紅茶やレモンはちみつ紅茶といったはちみつ以外のフレーバーがついたものが存在しますが、今回のトップ10ではそういったフレーバーのついていない純粋なはちみつ紅茶に絞って紹介させていただきます。過去にはフレーバー付きのはちみつ紅茶もレビューしていますので、気になる方はぜひチャンネル登録して過去の動画をチェックしてみてください。また文字で読みたい方向けにブログもやっておりますので、概要欄からぜひブックマークお願いいたします。はちみつ紅茶以外にも美味しい紅茶情報を発信しておりますので、ためになること間違いなしです。それでは早速行ってみましょう。まずはじめに、はちみつ紅茶って何という方のために簡単にご説明をしておきましょう。はちみつ紅茶とは、はちみつを用意しなくてもお手軽に甘い紅茶が楽しめるのが魅力のティーバッグタイプの紅茶のことです。はちみつパウダーと呼ばれる粉末状に加工されたはちみつがティーバッグの中に入っていて、本物のはちみつを入れたような香りや味を楽しめるようになっています。メーカーによって使用している茶葉やはちみつは異なり、甘味料や香料によっても風味が違います。そのため一口にはちみつ紅茶といってもメーカーによってかなり香りや味わいが違うものなんです。今回その違いを徹底比較した結果、私が美味しいと思うはちみつ紅茶をランキングでご紹介します。ランキングに入る前に、今まで飲んできたはちみつ紅茶の特徴を分かりやすく表にしたので、こちらをご覧ください。先ほどもお話ししたように、今回は純粋なはちみつ紅茶のみをランキングにしています。はちみつ以外のフレーバーがついたものは除外しておりますので、ご了承ください。基本的にテイスティングはホットのストレートで行っており、蜂蜜の香り高さ、甘み、紅茶の風味など総合的に評価して順位付けしています。その順位に加え、こちらの図を使ってそれぞれの商品の甘みや香りの強さを比較し評価しています。ランキングはあくまでも個人の評価になってしまいますが、この図を参考にしていただければ好みの蜂蜜紅茶を見つけやすくなるかと思いますので、これから購入される方はぜひ参考にしてみてください。また、すでに個別でレビューしているものに関しては、画面右上の表示と概要欄から各レビュー動画へジャンプできるようになっているので、詳しいレビューが見たい方はぜひそちらもご覧ください。それではお待ちかねのランキング発表です。まずは第10位から。第10位は、カノハチ、養蜂家の蜂蜜紅茶です。こちらは紅茶メーカーではなく、蜂蜜専門店が作った蜂蜜紅茶です。こちらの特徴は、蜂蜜の香りはしっかりしているのに、甘さがさっぱりしているという点です。蜂蜜紅茶をたくさん飲んできた印象として、蜂蜜の香りが強いものは甘みも強いという傾向が多いのですが、こちらの養蜂家の蜂蜜紅茶は、蜂蜜の香りがしっかりあるのに甘さはさっぱりしているんです。なので甘さに飽きることなくごくごく飲めちゃいます。甘さが強く途中で飽きてしまう蜂蜜紅茶が多い中、飽きずにいくらでも飲めちゃうというのはポイントが高いですね。紅茶はマラウイ紅茶、ケニア紅茶のブレンドで、コクと渋みのバランスが良く、ミルクティーにしても味わい深いのも嬉しいです。ということで今回堂々のランクインとなりました。第9位は、イノブンのこだわりの蜂蜜紅茶です。
蜂蜜紅茶の口コミなどでよく人工甘味料の味が気になるというコメントを見かけるんですが、こちらはなんと人工甘味料不使用、天然の甘味料ステビアを使った蜂蜜紅茶なんです。ステビアとは特有の甘い風味を持った菊科の植物で、ダイエット食品なんかにもよく使われています。甘みは砂糖の約200倍とかなり強く、少量加えるだけで十分な甘みを味わえます。ただ人工甘味料を使用した蜂蜜紅茶と比べると味も香りもさっぱりしていますし、ステビア独特の爽やかな甘みが特徴的なので、初めて飲む方にはその爽やかさが少々癖に感じるかもしれません。逆にハーブのような風味やウバ茶のメントール感が好きな方にはハマる美味しさです。好き嫌いが分かれるところとなりそうですが、人工甘味料不使用の蜂蜜紅茶は数も少なく、その中でもダントツで美味しいと思える蜂蜜紅茶だったので、今回9位にランクインとなりました。人工甘味料が苦手な方はぜひこちらを試してみてはいかがでしょうか。続いて第8位はティーアースの蜂蜜紅茶です。表をご覧いただいて分かる通り、香りの強さがダントツで強い蜂蜜紅茶です。どのくらい強いかというと、ティーバッグを開けていないのにパッケージから蜂蜜の香りが漂ってくるほどです。紅茶を入れた瞬間、部屋いっぱいに蜂蜜の香りが広がるので、蜂蜜好きにはたまりません。甘みも結構強いですが、紅茶は 100% ディンブラを使用しているため、爽快感のある渋みですっきりとした飲み心地になっています。ただし蜂蜜パウダー特有の臭みのようなツンとした匂いが少し気になるところです。その点が全体のバランスを崩し減点となりましたが、キレがよく飲みやすい甘みなので、蜂蜜紅茶としては存分に楽しめるいい商品だと感じ、今回第8位となりました。第7位はグランハサンフランシスコの蜂蜜紅茶です。スペイン最大の老舗蜂蜜メーカーで作られた蜂蜜紅茶で、15年以上のロングセラーという長い歴史を誇る商品です。比較的甘い香りは控えめで、紅茶のコクを感じる香りになっています。抽出した後ティーバッグを紐で絞るという独特の入れ方が推奨されているんですが、飲んでみると口当たりはすっきりしていて、次の一口が欲しくなるようなちょうどいい甘さです。甘くインパクトが強いものが多い中、香りが控えめで甘みもすっきりしているので、蜂蜜紅茶初心者でも飲みやすい商品だと感じました。カルディなどに置いていることが多く、蜂蜜紅茶の中では比較的安価なので、気になった方は探してみてはいかがでしょうか。第6位はリトルハニーの蜂蜜紅茶です。こちらも蜂蜜専門店が作った蜂蜜紅茶です。表で見ていただくとわかるんですが、数ある蜂蜜紅茶の中でもかなり甘い部類に入ります。これだけ甘いと飽きたり飲み疲れてしまうんじゃないかと思うかもしれませんが、実際飲んでみるととっても甘いのに後味がすっきりしているので、ごくごく飲めちゃうんです。紅茶はセイロンティーで、渋みやコクは控えめです。蜂蜜の甘みや香りを一番に引き出すなら、あえてこのくらいすっきりした後味の紅茶の方がいいとは思いますが、人によってはその点に物足りなさを感じるかもしれません。その点を考慮しこの順位となりました。甘いのが好きだけど渋みが少なくてライトな口当たりのものが飲みたいと思っている方におすすめです。というわけで、ここまでが10位から6位までの発表でした。ちょっと長くなってしまうので、5位から1位までは次の動画で発表したいと思います。上位はどんな蜂蜜紅茶がランクインしているのか、ぜひ最後までチェックしてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。インスタやツイッターではハッシュタグみーの毎日紅茶で毎日違う紅茶を紹介しているので、ぜひフォローしてください。またブログでは動画では紹介していない商品もレビューしているので、ぜひチェックしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。みーでした。バイバーイ。